さあ始まりました少量チャンネル。なんかもういい感じになってきたね、この一緒にで言うっていうね。今日は、お伝えしたいことがありまして、なんか前もあったね、お伝えしたいことがありまして、第2弾チャンネル登録者数が相変わらず滑舌が悪いってね。700人登録者数が、はい、700人突破しました。すごい、700人。10月31日からアップ、週2回ずつぐらいでアップしていったんですけど、大体1ヶ月ぐらいかだね。嬉しい、ありがたい、ありがとうございます。ありがとうございます。こうやってすごいね。で、なんで700なのかっていうのはちょっとさておいてでなんで500じゃないのかっていうのは忘れてたんだって。さておいて、忘れてたんだよ。で、それの記念としていつもコメント欄に書いていただくんですけど、質問コーナーの回を作ろうと思ってて、それの質問をコメント欄に書いていただければ。何笑ってるの？なんか俺言葉合ってるかな？合ってる合ってる、大丈夫大丈夫。なので今まで書いていただいた質問も申し訳ないんですが、また僕らのこの動画のコメント欄に記載していただいて、また新しい質問もどんどんお待ちしてるので、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。ちゃんとね、前の動画のコメントも見ては、見させてはいら、はい、いるので、その前にね、質問していただいたことも踏まえて、今回また、コメントいただいて、質問コメントいただいて、合わせて、次回の動画で、できる限り答えられればと思ってます。はい、はい、思っております。あとはさ、何か披露宴やったじゃないですか、披露宴の会場、吉祥寺にあるすごく素晴らしい、レストランの店長さん、代表の方、店長さんじゃねえな、代表の方からですね、当日の、写真と、あとデータをいただいたんですよ。またそれがすごく良いね。俺見てないんだよね。見てない。額縁を買って。でれん。よくない？見えるかな？また、なんか、インスタグラムにあげたいと思うので。はい、よくない？ね。ニコ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 してる。幸せそう。うん。いや、幸せなんですけどね。他の写真も？そう。よくない？うん。何回も見せるっていう。いや、本当にこの白黒です。なんか。ね。見えるかな？見えるかな？あ、でも。ああ。うん。見えるね。うん。なんかみんなに最後の投稿かな、見てなんかこんなのも撮っちゃったりとかして、ってこれあれだよね、翔ちゃんが僕を後ろからギュッとして、こういう感じ、見えるかな、指輪がね見えるように撮るっていう、これもカメラマンさんがね、可愛い女の子のカメラマンさん、これは顔が出ちゃうからあれかな。まあ、はい、スタッフの方々、はい、こういうちょっとこっぱずかしいけどね、そうだね、ちょっとモデルみたい、うん、こんなことすることないよね、しないよね、背中合わせで、うん、あ、これあれですよ、オープニング、入場のシーンで泣いてる人、僕が早速泣くっていう、入場で早速泣くっていう、これが僕だ、そうそう、なんかね、俺の方が泣くと思ってたね、ね、でもなんかそう、あとは、ゲームの時の写真のシンキングタイム、どういうゲームだったっけ、うちらの、
お題があって、うん、それの答えを、うん、答える当てるっていうゲームだったんですけど、うん、僕たちが考えた答えとその来てくれたみんなが考えた答えがあったらポイントゲットみたいな、うん、そう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 、ね、そう景品もね、うん、そのいいよね、よかった、某ネズミランドのペアチケットだったのねそう、いい景品、あのどこだか牛のやつとかね、そうそうそう、なんたらガニのとかね、あね、そう、高級アイスとか、あ、高級アイスね、うん、詰め合わせとかね、多分出しても平気だと思うけど、そこら辺の名前は多分大丈夫か大丈夫、うん、そんなに、まあ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 、うん、まあまあまあ、でも分かると思います、もう、ね、見てる人はもう分かる、うん、あとこれですよ、これどれ、翔太にサプライズされたやつ、あ、最後になんかこのなんていうの、流れ、その当日の流れとかは、うん、全て僕らの友人の司会してくれた方たちにいらしてたので、あんまり僕らはなんかどういう状況になってきたか分からなかったんですけど、うんうん、あ、ちなみにこの真ん中の2人が、この真ん中の2人が司会だったんですけど、うん、はあ、でなんだっけ、それでその前日の夜かな、うん、ちょっと僕が思いつきで、で歌いたかったので一緒に歌ったんですけど、それが小袋さんの「永遠に共に」で、この曲は僕らにとって今、ね、いつも付き合う前から一緒に遊んでた時もカラオケ行ってね歌ってたね、うん、その動画も撮ったよね、撮ってた撮ってたあるかな、なんかさ、うん、でそれの曲はやっぱりこの当日の結婚式の当日の歌ではあると思うから、うん、絶対歌いたいなっていう風に思ってたし、うん、で最後に俺からのなんか告白でもないけど、そういう風にメッセージ伝えたかったから、うん、そうなんです、あ、でもなんかあれだね、今思い出しただけでもなんか泣きそうになっちゃう、本当、うん、そう、いや本当になんかその当日に、うん、翔ちゃんから言われた言葉で、うんうん、プロポーズ、ちゃんとプロポーズしてなかったから、うん、この場を借りて、うん、改めてプロポーズさせてくださいみたいな、ね、ね、うん、なんて言ったか覚えてる？覚えてないの？覚えてないの？いやなんかもう、うん、そうだよ、なんかね、そう、ニュアンス的には覚えてるよ。いやもうあの時はさ、もう本当に急な展開で、うん、みたいな感じだったから、うん、いつもこうやって笑顔で居続けていられるのはりょうちゃんのおかげだと思っています。これからもずっと一緒にいてください、よろしくお願いしますって言った。そう言われた、言われた、あーでも泣きそうになっちゃうね。そうでもまあっていう感じでね、はい、思い出、こうやってね、うん、やっぱり写真だったりとか、うん、データとかね、うん、やっぱ残ってると、うん、見返した後にね、また後々見返した後に、うん、なんかいろんなこと思い出して、うん、なんか、まあ、例えば喧嘩とかね、うん、した時に思い出せるとね、うん、いいよね、うん、これ飾っとくから、うん、分かった、ありがとう。はい、っていう感じでこのその質問コーナーに関しては、そう次の次ら辺の動画で、はい、アップしたいと思うので、ぜひぜひいっぱいいろいろ何でもいいよね、うん、本当になんかその LGBT に関して気になってることであったりとか、うん、あとはもううちらに関してのことだったりとか、
何でもね、何でもあのいいので、うん、あの質問していただければお待ちしてますので、はい、ぜひっていう感じで今日は、はい、ここまで、うん、ありがとうございます。まあ気に入っていただければ、うん、あの高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。